現在不可思議な狭間の地の最新ニュースを届けているのはどこのドイツだこの俺トゥーフィンガーズだ今日も導きに乗せて君たちにお送りするよみんなストームビル城のこんな噂知ってるか黄金の一族である老いた城主ゴードリックは世にも恐ろしい人体改造をしてるって話だ あのトゲトゲしい金ぴかの城はすでにかつての威厳もなく、汗びとたちを捕まえては体をバラバラにしている屠殺場と化しているようだ。何でも、名誉ある一族の中でもお世辞にも力があるとは言えなかった彼は、他人の体を自分にくっつけることで強力な体になれると思い込んでるらしい。その醜悪な改造の犠牲で仲間を失ったと話していた少女は、どうやら心がポッキリと折れちまったらしく、 嵐の丘のボロゴヤで一人佇たずみ許しをこいている。もし城に向かうことがあれば彼女を訪ねてみてくれ。どんな泣き虫でも何かの役に立つかもしれない。要は助け合いってことだ。忘れるなよ。今日の天気だ。晴れのち曇り。ところにより黄金の葉っぱが降り注ぐでしょう。さあ楽しいニュースの時間だ。 アギール湖周辺では最近盗賊の被害が多発しているらしい。と言っても、狭間の地で何かの被害を受けていないところなんて珍しいくらいだが、この周辺では特に、チンケな盗人たちが恐怖を振りまいているようで、湖の北、曇り側にある洞窟を連中がよく出入りしているみたいだ。ああ、リムグレイブの兵隊さん方が成敗してくれれば万事オッケーなんだが。 アギイル子自体にドラゴンが出没するとの話でそう簡単に近寄れる場でもないようだもし着物座ったやつがいるなら盗賊どもに伝えてくれ売りまくのは恐怖じゃなくうちのラジオのビラにしとけってなまたおうこちらはメテオライトニュースラジオだ次回も使える情報をお届けするよ